はい、どうも、久保田です。今回はリクエストに答える単語帳比較動画になります。リクエストコメントを読みます。中学ターゲット1800、400とターゲット1200ってどれくらい被っているか知りたいですと。はい、ありがとうございます。というわけで今回は高校生のターゲットの中で一番基礎レベルの1200と中学生レベルのターゲットっていうのは実は2種類あります。ターゲット1800が英単語、ターゲット400が英熟語になるんですが、これらが先ほど紹介したターゲット1200とどれくらい被っているのか、もしくは被っていない単語は何個ずつあるのかっていうのをプログラミングで検証していきたいと思います。というわけでやっていきましょう。はい、というわけでね、まずここで今日やりたいことの概要を説明します。まず最初に3冊の概要を簡単に紹介します。この概要っていうのはターゲット1200、1800、400が例えばどのような特徴があるのか、もしくはレイアウトですね、開いた時に左に何が載っていて右に何が載っているのか、その辺を簡単に紹介したいと思います。で、なんでこの3冊が全部同時で比較できるのかって思われた方いると思うんですが、一応ね、ターゲット1200っていうのはこれ高校生向けの基礎って言ったんですが、単語も熟語も載っています。ここにちょっと円グラフ載せていたんで、この1200っていうのはここにあるように高校レベルとして載っている1200単語のことを指します。実はね、その前に中学レベルの、まあ、入門用として200単語が載っているのと、そして、まあ、各章の、末尾ぐらいに熟語が載っているんですね。それ熟語全部足していくと300熟語になるんですが、つまり単熟語両方とも載っているのが1200なんですね。だから今回はここのね、1400個の単語とこの1800を比較、そしてこの300熟語とこの400熟語を比較する、このような感じでやっていきたいと思います。というわけで2冊の共通項は何個あるのか、これは1200と1800、1200と400って感じで、それぞれ2冊ずつで比較していきます。逆に2冊の差分は何個ずつあるのか、これらをプログラミングで検証していきたいと思います。まあその後ね、長いリストは簡単に紹介したり、短いリストは全て紹介したりするんですが、最後のまとめとしては、それぞれ当てた単語、独立している単語が難易度的にはどれぐらいのものなのか、それによってね、一応自分の意見も入れておきたいので、中学生にとってこの高校レベルのターゲット1200は必要かどうか、逆に高校生で英語を一からやり直したい人にとってこの中学レベルの1800、400は必要かについて自分の意見を述べたいと思います。はい、ではまず最初にターゲット1200と1800、400の概要を喋りたいと思います。まあターゲット1200っていうのはね、高校生のみんなは本屋さんでもね1回ぐらい表紙見たことあると思うんですが、一番有名なターゲット1900、これが国公立二次試験レベル、そしてターゲット1400、まあこれが中間レベルですね。そして一番基礎レベルとしてターゲット1200っていうのがあります。まあこの3冊の比較動画っていうのは別途撮ってあるので、興味のある方は見てください。レイアウトは基本的には同じです。左ページには見出し語があって、その右にまあ派生語、イディオムなどを含みます、そういうのが載っていて、そして右ページに例文、そして訳が載っていると。もちろんこのね、例文の難易度などは1900になるにつれて難しくなるんでしょうが、一応このね、載っているレイアウトは全く一緒。まあただし1200だけは少しだけ文法チックというか、例えば第一文型、第二文型とかね、そういうまとめごとに載っている部分があったりとか、その辺は以前の動画で喋っているので詳しくは見てください。対象レベルはね、これはホームページや帯に書いてあるものを引用するんですが、高校基礎から入試必修と書いてありました。この入試必修っていうのは共通テストの基礎ぐらいかなと個人的には思っています。まあ個人的な感覚だと高1終わりぐらいのレベルまでのものは網羅してるんじゃないかなと思っています。それに対してターゲット1800と400は中学生レベルになります。1800が単語、400が熟語、サイズも少しコンパクトで薄くなっていて、まあイラストもね、少し中学生向けに可愛いデザインになっています。中身もね、ちょこちょこ変わっているんですが、一番の違いは左右に見出し語が載っているっていう感じですね。まあ今ね、4単語だけ見てもらってるんですが、左に Abroad、Classroom、右に Plain、China、 まあこんな感じで載っています。
個人的には左だけに見出し具が載っている方が好きなんですよね。まあ、なんでかって言ったら、電車とかでね、ちょっと、狭く開いて、左だけ見て言えるかなって確かめることが、左右に載っていると、この右の単語っていうのはね、ガバッと開かないとチェックできないっていうのが、まあ、個人的にはあんまり好きじゃないんですが、ただしね、左右に載せることによって、厚みは薄くなります。2分の1の厚さでいいんで、まあ、そういう点も加味して、まあ、あとは中学生なんで、その細かい派生語とかね、細かい例文っていうのは、まあ、ある程度にしておいて、訳と綴りがちゃんと書けるか一致するかっていうのを、第一目的としていると思うので、このレイアウトなんじゃないかなと思います。はい、つまり1200とは違って、下に難解な訳などは載っていないことが多いです。中学生向けに簡潔な説明がたまに載っています。熟語の方も見てもらうんですが、これね、左右に見出し具は載っていて、まあ、下に例文とかちょっとした文法説明、この辺はまあ基本的なことは抑えているな。まああとはね、単語も熟語も、教科書で言うと、ニューホライズンやニュークラウンっていうのは個人的にね、仕事で使うので持っているんですが、あ、これはユニットなんとかのこの辺に出た単語だよなとかね、中身の単語はね、よく考えられて、選ばれているんだろうなっていうのが予想できます。ただしここでね、400の熟語のレイアウトに対して少しだけ不満を、言わせてください。これね、この画像で言うと、try to と how to って書いてあるんですが、その横に波線がありますね。この波線の扱いが、名詞が来る時も波線だし、動詞の原型、今回だったら try to、how to っていうのは不定詞なんで、動詞の原型が来るんですね。そこも波線なんです。もちろんこれは下にわざわざ to の後ろには動詞の原型が来るっていうのは、その都度書いてあるんですが、そうするんじゃなくて try to do、how to do って感じで do っていう書き方をしてほしかったです。それぐらいは中学生わかります。教えている時もそういう教え方いつもしてるんですが、そこで中1の子が詰まるってことは個人的にそんなにないんですね。 do と書いてあったら動詞の原型ですよとかね、B と書いてあったら B 動詞ですよとか、そういうルール一回書いておけば全部 do と波線で書き分けることがしっかりできるんですね。でもこの書き方だと波線が出てくるたびに下に、あ、動詞の原型がついてるんだな、この熟語はって、いちいちその追加で覚えることが増えちゃって逆に不親切に見えちゃうんで、まあ、改訂版とか出るときにね、普通に do ってしちゃっても中学生大丈夫ですよっていう風に言っておきたいと思います。まあその点を除けばね、正直入試レベルは十分網羅してるんで、一般的な公立入試だったら、まあ教科書の裏に載っている単語リストでも十分なんですが、まあね、効率よく勉強したい人ってのはこの2冊を買っておけば、一般公立レベルなら全く問題ないんじゃないかなと思います。はい、じゃあ早速検証していきたいと思います。まずはターゲット1200とターゲット1800、さっき説明したようにね、中学レベルの200プラス1200の全1400単語と、こっちはタイトル通りの全1800単語、これらの共通する単語が何個あるのかっていうのをプログラミングで割り出したいと思います。今回使用するプログラミング言語は PHP、 ウェブブラウザ上の表示はララベルになります。というわけで早速結果、まずは数を示します。こんな感じです。はい、920個、これを全部ずらーっと並べるとちょっと日が暮れちゃうので、簡単にリストだけ見ていきたいと思います。はい、一応ね、この ABC 順と綴りの短い順、これらを両方とも適用させたコードを書いているので、最初は Act、Add、Age みたいな A で綴りの短いものから始まっています。まあだから最初は簡単なやつばっかりですね。じゃあ最後の綴りの長いものを見ていきます。はい、こんな感じですね。さすがに綴りは長いと、一番上から温度、会話、組織、プロの関係、広告、コミュニケーション、国際的な、スラスラ訳が出てくれればバッチリです。まあこの辺はね、中学生でも出てくるんですが、高校生でも共通テストなどでは必須の単語なので、しっかりと覚えておいてください。はい、そして今から差分を出していきます。それぞれの単語帳だけに載っている単語数っていうのは、まあね、算数の問題なんですが、これ引き算すれば自然と出ますね。当然プログラミングでも出てきます。数はこんな感じ。はい、480単語、880単語、この中でこの880単語っていうのは今回割愛します。なぜならばめちゃくちゃ簡単だから。曜日とか月とかね、サンデー、マンデー、チューズデーとか、その辺まで全て載っているし、he とか she、彼はとか彼女はとか、そういうのも全て含んだ880個なんで、ここは少し飛ばしておいて、みんなが知りたいのはこっちだと思いますね。480単語、この全部のリストっていうのは一応ブログの方には載せておくんですが、今回は時間の都合上で、最初と最後だけ簡単に見ておきます。
はい、というわけでこれがターゲット1200のみに載っている単語。この短い単語でもちょっと癖があるというかね、このエラー、時代とか、バウ、お辞儀するとかね、この辺は中学生にはちょっと難しい単語ですね。そして通理の長い最後を見ていくと、はい、473番から参加する責任のある、建築、集中した交差点、冷蔵庫、まあ、エンターテイメント、そして交通機関と、結構難しいやつ多いですね。中にはね、冷蔵庫ぐらいは知ってるよって思うかもしれませんが、まあこの辺はさすがに高校生、高1やまあ高2レベルかなと思います。共通テストでも知っておきたい単語っていうのがかなりあるので、この辺中学生がもし知りたかったら、まあ英検準2級とか狙っている子だったらもしかしたら覚える価値あるかもしれませんが、公立入試レベルは正直ね、超えているんじゃないかなと思います。はい、次に熟語比較ですね。ターゲット1200の中の300熟語とターゲット A 熟語400熟語を比較したいと思います。ちょっと最初に断っておきたいんですが、まずね、表記の仕方をこっち側に全部合わせました。さっき言ったような動詞の原型が来るときっていうのはこっちは全部 do で書いてあるので、これらの熟語帳の中の動詞の原型は全部 do にしたり、動名詞の部分は doing って感じで、こちら側に合わせた書き方に直してあります。あとは例えばね、こっちでは一つの見出し語の中でこう括弧扱いでね、例えば2パターンまとめて表記している熟語があります。例えばね、たくさんののあ lot of は lots of っていうのもありますね。それらはすべて括弧扱いで一つの見出し語で載っているんですが、こっちではあ lot of っていう見出し語もあるし、 lots of っていう見出し語も別であって、ちょっとその辺の書き方違う部分は今回はそのまま無視しました。こっち側を分けちゃうと見出し語の数がね300からずれていっちゃうんで、それを避けるために同じ熟語でもね、ひとまとまりか分かれているかで差分として出ちゃうんで、そこだけはご了承ください。というわけでね、共通項の数を表示します。こんな感じ、はい、81ですね。さっきの単語はね半分以上かぶっていたんですが、熟語は案外少ないんですね。ではこのリストを簡単に見たいと思います。はい、アットホームから始まって、家で、ついに、成長する、実際とかね、そんな感じでずーっと短いやつから始まって、まあ最後の方は、はい、何々に慣れている、例えば何々すぎて何々できないとかね、A だけでなく B もまたほにゃららへの途中でとかね、この辺はもうすべて定番なんですが、まあこの辺もねかなり基礎レベルなんですが、まあ77番は高校生も大事かな。何々するのに慣れている、あとはこの B なくて used to do、以前は何々したものだった、これとの使い分けっていうのは高校生も大事です。しっかりと覚えておいてください。はい、というわけで引き算をすると差分はこんな感じになります。はい、ちょっとここの表記数ね、熟語に直すの忘れていたんですが、こっちが300熟語、こっちが400熟語なんで、引き算をすると219と319っていうのがそれぞれの単語帳だけに載っている熟語になります。つまりね、あんまり被ってないんですよね。これは見る価値あるかなと思うので、同時に2つね並べてスクロールするので、その難易度とか中身っていうのを見比べてみてください。
今回の検証結果はこんな感じになりました。一応自分なりのまとめですね。意見も含めた分かったことを書いておきたいと思います。まず最初にターゲット1200って結構ね、これやる前はかなり中学レベルなんじゃないかって舐めてたんですが、なんだかんだ言って高校生レベルかなと思います。さっきの単語もね、被っていないもう何百個っていうのはやはり高校生でも必須のレベルだし、より顕著だったのが熟語の方ですね。これは思ったより被っていませんでした。この400に載っているかなり簡単なレベルっていうのはさすがにね、載せてませんでした。例えば何々を見るの、look at、この辺なんてもう基礎中の基礎ですよね。そういうものは載せてない状態での300熟語だったので、ある程度ね、共通テストレベルだったり、例えば、次第の偏差値50未満ぐらいのねところを狙う人だったら、もしかしたら中途半端にやるぐらいだったら、ここの単語帳までを完璧にする方がかえってねいいんじゃないかって思うぐらいの内容でした。そういう意味でかなりお得版ですね。そしてこっから下っていうのは自分の意見です。中学生にとってじゃあね、この高校基礎レベルの1200は必要か。これはね、個人的にね、やりたい人はどんどんやってくださいって思います。発展レベルや難関私立、もしくは英検準2級対策には最適な難易度になっています。まあ英検3級ぐらいまででいいやとかね、それぐらいの人だったら正直これはオーバースペックになっちゃうんですが、ただしね、英語なんてもう学年の枠なんて合ってないようなもんだから、飛び級感覚っていうかね、しやすいと思うし、難しい単語なんてどん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 覚えれば覚えるだけ得だから、余裕ある子っていうのはどんどん上のレベル目指して、1200いっちゃっていいかなと思います。英語の定期テストね、毎回90点以上当たり前に取れる子って結構ね、持て余してる子今まで見てきているんで、飛び級感覚でこういう高校レベルの英単語を覚え始めてもいいんじゃないかなと思います。逆にね、今高校生で英語ね全くダメで一からやり直したいっていう人は1800や400、つまりこの中学レベルからやり直すべきかどうかっていうのは個人的には必要ないかなと思います。まあこの辺は個人の主観がかなり入っているので、今から喋る内容すら難しいんだって人は言ってもいいんですが、例えば1800だけに載っている単語っていうのは、さっき言ったように、例えば 1,2,3,4 との数とか、サンデーマンデーの曜日とかね、まあそれが書けませんって言われちゃったらまあ覚えるしかないんだけど、ただしそのレベルの単語っていうのはね、正直もう半分日本語みたいなもんだし、普通の文章を読むだけで何回も何回も出てくるような基礎中の基礎単語なんで、いちいちこうやって本買ってまでチェックする単語ではないかなと思います。特に熟語もね、さっきのリストを見てもらえれば分かると思うんですが、何々したいの want to do とか、try to do とかね、こういうレベルっていうのは正直基礎中の基礎なんで、長文の中で出るたびに慣れていけば普通に覚えられるレベルなんじゃないかなと思います。もしくは文法書っていうのは高校生になったら必ずね、フォレストだったりデュアルスコープだったり、そういう文法書一冊もらえると思うんですが、その文法書で結構 B 動詞から言い直してくれてるんで、そこでね、今言ったような熟語なんて何回も何回も出てくるから、わざわざ中学生レベルの単語帳を買ってまで覚えるもんじゃないかなと個人的には思います。はい、こんな感じでね、今後も何か単語帳の比較や国交法律二次試験の問題で、この単語帳をどれだけ当てたか見てほしいですとかね、そういうリクエストっていうのは、手元にある範囲内ならどんどん答えていきますので、今後ともこのシリーズをよろしくお願いします。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。